皆さんこんにちは、ジーナです。今日は火曜日、コンビニ新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら。まずローソンからいきましょう。ローソンは今週食べ応え満足なパンがいろいろ出てきています。私は菓子パンを2種類買ってきました。ではまずこちらから、食べ応え満足チョコシューロール。もうでかいんですよ、これシューロールですよ。でも138円、この大きさでこの値段だったらね、安いですよね。はい、中から出すとこんな感じ。もうね、でかすぎて袋から出すのも大変でした。上にはたっぷりチョコレートがかかってますね。はい、断面はこんな感じです。中にはホイップクリームが挟まっています。パンふかふか。で、シューロールなんで、その上にシュー生地がかかってるから、そこの食感もちょっと違うんですよね。ただね、こんだけでかいから、あんまりシューロールって感じはしない。なんかすっごいふかふかで弾力があって、めちゃくちゃ食べ応えがある生地ですよ。ホイップたっぷり入ってるし、上のチョコレートが結構濃厚なんですよ。だからパン生地に負けないぐらいしっかり風味もあって、美味しいし本当にボリューミーで、生地がねちょっとしっとりさもあるんですよ。それがまたいいですね。うん、ボリュームも味も最高。はい、じゃあもう一つ食べ応え満足パンですね。こちらはつぶあんデニッシュ。はい、中から出すとこんな感じ。こちらもでかいです。あのね、第一パンの大きなデニッシュと同じぐらいの大きさですね。はい、断面はこんな感じです。中にはつぶあんが見えますね。なんかね、見た感じはすごいこしあんみたいな、結構あの粒感よりも滑らかそうに見えるんですよね。食べてどうでしょうか。粒あん、でもやっぱ食べてもね、結構滑らかなあんこですね。で、甘みもしっかりあります。で、デニッシュも風味が強い。すごいね、組み合わせがいいですね。美味しい。ただね、厚みはそんなにあるわけじゃないんですよ。なので食べ応えとか口にいっぱい頬張ってる感とか、ボリューム的にはね、さっきのチョコシューロールの方がね断然大きかったですね。こっちはね、どこにでもあるデニッシュパン、大きめのデニッシュパン、それこそさっきも言ったけど第一パンの大きなデニッシュとか結構ありがちなんで、そんなに抵抗なくはいただけると思います。このくらいの厚みの方がね食べやすいですね。さっきのチョコシューロールちょっと食べにくかった、両手で抱えて食べるような感じなんですよね。だからね、結構手にチョコついちゃうし、今ね爪の間とか結構チョコ入ってるんですよ。このくらいの厚みの方が食べやすいなとは思うけど、今回のね、この食べ応え満足ってコンセプト的にはさっきのチョコシューロールの方が断然いいかなっていう感じはします。うん、あんこは普通だけどデニッシュが美味しい。で、今週この食べ応え満足シリーズ、他にはね、なんかね、明太なんとかパンとかチーズなんとかパンとか、そういう惣菜系もね出てました。私と同じくたくさん食べたい方、ぜひこちらチェックしてみてください。はい、こちらもローソンです。プレミアム濃密カヌレショコラ&ピスタチオ。はい、濃密カヌレということでね、まあカヌレ、濃密さも大事なんですけど、個人的にはね、カヌレは食感なんですよ。まあもちっとも大事なんだけど、表面ちょっとパリッとしてる感じが来るか、食べてみましょう。はい、まずね、これ中から出すとこういうケースに入ってます。これの形崩れなくて安心ですね。で、さらに中から出すとこんな感じです。ピスタチオクリームとピスタチオが乗っかってます。はい、断面はこんな感じです。今ね、これ切る時にガリッときました。これはちょっと期待できるんじゃないかな。うん、一番表面のとこ、ここがねちょっとなんかね、
焦げついた感じのパリッとさはあります。その内側がちょっともちもち でさらにね、中心に行けば行くほどとろーんとした生地になります。チョコレートってよりはなんかね、焦がしチョコみたいな、焼きチョコみたいな味ですね。で、さらにピスタチオの食感と香ばしさがプラスされるじゃないですか。全体的に結構ね、香ばしい感じで、食感がやっぱね、ベースにあるのはそのとろーんとした感じなんですよね。でもプラスもちもちさと表面のパリッとした感じもくるから、結構私の理想に近づいたかも。ただショコラのカカオ感はそんなにないかも。ほんのりチョコレートの風味と香ばしさがね、届いてくるんですけど、ハイカカオ的なああいう感じの味じゃない。濃密カヌレっていう商品名なんですけど、味の濃密さがどちらかというとそのね、なんか香ばしい風味でほとんど占められてるので、そこもうちょっとチョコが濃厚だったらよかったなというふうに感じますが、食感はね、だいぶいい感じです。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ではファミリーマート行きましょう。宇治抹茶メロンパン。はい、今週ファミリーマートはね、宇治抹茶祭りですよ。宇治抹茶を使ったね、こういうパンとかスイーツがね、たくさん出てきてます。はい、中から出すとこんな感じ。もうね、今袋から出した途端、抹茶のいい香りがしてきました。はい、断面はこんな感じです。中には抹茶ホイップと抹茶ペーストが挟まれています。抹茶おいしい。あ、それでね、後口にやっぱりね、渋みがきました。いや、神林春秋本店の抹茶はね、しっかり渋みも来るんですよ。来るかなと思って警戒して食べたんですけど、まずはこの抹茶ホイップの甘い風味の抹茶味、それとこの抹茶ペーストの、ね、濃厚な抹茶の風味が来るんですよね。このメロンパンのこの表面のクッキー生地もね、しっかりクッキーですよ。結構表面がゴツゴツしたクッキー感があって、で、生地自体もね、甘いんですよね。で、生地からも抹茶の風味が届いてくる。わー、もう口中いっぱい抹茶だと思ってたら、最後あと口でちょっと渋みがきますね。生地、ホイップ、ペースト、いろんな食感で抹茶の風味が届くんでね、すごい広がりのある深い抹茶の味です。ちょっとこの端っこの部分、うん、サクサクさとふわふわさが合わさってて美味しい。ちょっと全部はこの宇治抹茶のシリーズ1個だけ買ってきましたけど、残りのものも後編でできるだけご紹介できればと思ってますので、抹茶好きの方はね、ぜひそちらもチェックしてくださいね。こちらは宇治抹茶メロンパン、本当に抹茶尽くし、そしてね、メロンパンとしても美味しいです。ぜひ試してみてください。はい、こちらもファミリーマートです。ダブルホイップサンドいちご&ミルク。はい、中から出すとこんな感じです。これまたいちごのいい香りで、この端っこの方にだけいちごの、これチョココーティングかな、あとフリーズドライのいちごとクランブルみたいなのもかかってます。はい、断面はこんな感じです。中にはいちごとミルクの2種類のホイップクリームが入っています。ちょっとこのチョコがかかってないところから食べますね。食べたらミルクが一気に来た。このね、ミルクホイップのミルクがすごい強い。もう食べる前はこのいちごの香りがプンプンしたんですけど、食べるとミルクが強いですね。じゃあこのチョコがかかってるとこ行きましょう。あ、ここでいちごが来ますね。だからもうね、すごいいちごとミルクが超濃厚。ちょっとね、いちごのチョコがパリッとしてて、それもアクセントになってていいです。美味しい。要するに全部美味しい。生地も美味しいし、ミルクのホイップも美味しいし、いちごのホイップも美味しいし、かかってるいちごのチョコのコーティングも美味しい。で、さらにこのトッピングされてる、これフリーズドライのいちごかな。そこもまたね、プチプチしててアクセントになりますね。はい、いちごとミルクのダブルホイップサンド。風味も食感もね、ボリュームもあります。ぜひ試してみてください。はい、じゃあこちらもファミリーマートですが、惣菜パンで気になるものがあったので買ってきました。ラー油メンチカツドーナツ、桃屋のラー油。はい、こちら桃屋の辛そうで辛くない少し辛いラー油、それを使ったメンチカツドーナツだそうです。はい、中から出すとこんな感じ。まあ、見た目はもう普通のドーナツパンという感じですね。はい、断面はこんな感じです。中からはラー油入りのメンチカツとラー油入りマヨソースが入っています。
来た、ピリピリきました。いい感じのピリピリ具合。ただね、風味としてはあまりラー油感じない。味はもうメンチカツマヨと周りのこの生地の香り。ただピリピリ感がね、きます。ラー油的要素はそこですね。風味も効いてるんだろうけど、生地とメンチカツとマヨの風味にも消されてる感じじゃないかなと思います。せっかく桃屋のラー油使うんだからね、あ、ラー油の風味効いてるねっていうのがちょっと感じられた方が良かったなっていう風に思いますけどね。まあ、ただマヨネーズが入ったら大体美味しいからな。普通に美味しい。でピリ辛さがいいですね。うん、だいぶ一生懸命探すとラー油がかすかにはいる。でもやっぱり、ね、弱いな。でも、ね、しっかりピリピリさはきますね。ただ辛さが苦手な人が我慢できないような、そんな辛さじゃないです。もうちょっと香りがきてほしかった、そんな感じです。気になる方はぜひ食べてみてください。はい、ではセブンイレブン行きましょう。ブリオッシュトーストシュガー。はい、中から出すとこんな感じ。なんかね、ラスクみたいなのかなと思ったらね、案外しっとりしてます。これがね、4個入ってます。うん、あれみたい、あのフレンチトーストみたい。すごいなんかね、しみじゅわ感があります。あのフレンチ液が染み込んだ感じ。味もあんな感じなんですよね。ブリオッシュと言われればブリオッシュだけど、何も言わずに食べたら、あ、ミニフレンチトーストみたいな。でさらに上にね、ザラメがかかってて、そこがちょいちょいザクザクって言うんですよね。そのまた食感もいいです。私ちょっとね、あの勝手にラスクみたいなイメージしちゃってたから、ちょっと全然違いすぎてびっくりしちゃった。ちょっとね、しっとりじゅわっと染み込んだ感じので、サイズ感もいいですね。ちょっとおやつとかに食べるのもすごくいいと思います。セブン、この4個入りのパンシリーズね、あの結構いろいろ今までも出てるんですけど、またちょっと系統の違うものが出てきましたね。フレンチトースト的なものが好きな人はね、これ好きだと思います。ぜひ試してみてください。うん、はい、では最後こちらもセブンイレブンですが、これはね、先週発売分ですね。先週の動画に入れられなかったので、今週一緒に紹介したいと思います。焼きチョコサンド。はい、中から出すとこんな感じです。チョコレートのこれスポンジですね。それを焼いたものってことなのかな。それにね、クリームが挟まってます。はい、断面はこんな感じです。これね、中チョコクリームと、あとね、クランチチョコも入ってますよ。うん、おいしい。まずね、この生地がサクホロ系、焼いてパリッとしてる部分と、もともとのスポンジのこのふわふわした部分がね、どちらもあるんですよね。焼きチョコのベイクとかあるじゃん、あれがもっと大きくなったような感じ。そこにミルキーなチョコクリームと、でさらにクランチチョコも入ってるから、そこがまたサクサクするんですよ。で全体的にチョコ濃厚で、すごい加工感が強いです。カカオの風味が強くて、さらに食感が面白くって、全体的なバランスもいいですね。ただ強いて言うと、ちょっとね、チョコクリームが強いんですよ。チョコクリームの部分がカカオ感よりもね、ミルク感の方が多い感じなんで、せっかく全体加工感が強いのに、そこのクリームの部分でね、かなりなんかね、薄まっちゃう感じがするんですよね。もうちょいこれクリーム少なめでも良かったのかなというふうに思いました。まあそれか、もっとカカオ感強めのクリームだったらバランス良かったかなというふうに感じましたね。そこはなんかね、ちょっと気になったけど、ただ全体的にはすごい美味しい。うん、その表面のザクザクしてるとこがすごい香ばしくって、チョコレートも強くてめっちゃ美味しい。はい、こちら焼きチョコサンド、さっきも言いましたけど、あのベイクみたいな焼きチョコ系の味が好きな人はね、これ大好きだと思います。ぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今週も美味しく始まりました。今回のおすすめはですね、ファミリーマートですね。あの宇治抹茶のメロンパンと、あとあのダブルホイップサンド、あのいちごのやつ、あれ両方美味しかったです。宇治抹茶の方はね、もう完売し春賞本店監修ということで、もう抹茶の深い香り、そして後味にちょっと残る渋み、それも良かったですし、何よりもね、もう全体が抹茶尽くしなんですよ。生地からもクリームからも抹茶ペーストからも抹茶が感じられて、そういろんな食感でね、抹茶を楽しめるっていうのも良かったですね。そしてダブルホイップサンドの方もね、最初いちごの香りがすごい強かったから、もうめちゃくちゃいちごいちごしてるのかと思ったら、ミルクホイップも負けてないんですよ。そのいちごとミルクの組み合わせがすごくよくって、どちらも濃厚でね、これもまた美味しかったです。
あと先週分ですけど、あのセブンのね焼きチョコサンドも良かったですね。今日全体的にすごい美味しかったですね。気になるところでぜひ試してみてください。はい、というわけで前編終了いたしました。後編もねまだまだ楽しいラインナップ残ってます。特にねファミリーマートがちょっと宇治抹茶祭りなので、残りの商品もできるだけ紹介できればと思ってますので、抹茶好きの方はぜひそちらもお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。